デミー・コッヘは、ベルギー生まれの画家である。ベルギーとの国境に隣接するフランスのルーベを拠点に、活動した。肖像画や風俗画を描いた。ベルギーのエノー州のムスクロンで生まれた。父親は、宝石職人で、コッヘが13歳になった時、家族は、フランスの工業都市、ルーベに移った。ルーベの資本家に才能を認められて、支援を受け、ルーベの美術学校で学んだ 1876年にパリに出てエコールデ・ボザールでアレクサンドル・カバネルに学んだ。ベルギー国籍のため芸術家の登竜門であるフランスのローマ賞の応募資格がないことなどから1879年にブリュッセル王立美術アカデミーに移りジョゼフ・スタラールトラに学んだ。1880年にアントウェルペンの美術アカデミーが審査するベルギーのローマ賞を受賞し、 留学の奨学金を与えられた。1880年から1885年の間、イタリア、スペイン、北、アフリカなどを旅して、1885年にルーベに戻った。フランス芸術家協会の展覧会などのパリの展覧会に出展し、肖像画や風俗画を描き、人気のある画家となり、1893年にルーベに、 スタジオのついた屋敷を建てるほど成功した。ありがとうございます。